枕シリーズ。第何弾？リモコン。つけると起きる。つけれない。つけてみる？つけれる？テレビの裏からやれば。なんかそんなんなかった。なんかワニワニパニックみたいな。そうなんかどんどん置いて、どんどん置いていくやつやっけ。それか食べていくやつやっけ。置いていくやつや。あ、ちょうど電源のとこにあごいでもだ。かわいい。リコ電源をして。リコ電源をして。リコ電源をして。めっちゃかわいい。眠いの。そう、かわいいな。あ、じゃあ、あ、録画見てたからつけへん。チャンネル変えなあかんねんけど、ちょうどチャンネルのとこ顔や。めっちゃかわいい。自分じゃない。電源はつけてんけど。ああ、そうでしょ。あれ、うん、これ1回の時計。1回か2回の時計。4ぐらい高い。レギュラーいい。ごめん。犬やこれ。犬やろこれ。おこれ猫じゃないね、これ。後ろ向きの犬やから。ああ、そうなの。好きだった。戦時中学生だった稲川は終戦後、父と同じ医師の道を選び、整形外科医として。4階。かわいい。めっちゃかわいい。起きて。ちょうどいい。起きて。見ないで見る。うわ、首んとこに虫が。目虫臭くないの。めっちゃ見てるよ。目開いてる。目開いてる。すげえな。やっぱあれかな。動いてるからかな、虫が。虫がおるで。